はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどね。はい、いやね、今目黒駅におるんですけど、ちょっと商談終わった後なんですけどね、本来ならね、もう一個商談が終わりまして、大阪の方に、今日帰って、で明日、すぐさま上高地の方に行ってね、っていう予定やったんですけども、新幹線が、浜松名古屋間脱線ってことで、ね、なんかが脱線したんですね。ほんでそれでね、帰れなくなりました飛行機で帰ったらええやんって言いますけどね、この荷物なんでね、いまいちね、なんかいまいち飛行機あんま乗り気せんなってことで、どうしようかなってことですね。あ、そうか、飛行機で帰ってもよかったか、あれか、ホテルも取ったしということでね、新横浜の方にね、じゃあ横浜が関内かな、そこで泊まろうかと思ってますんでね、ちょっと上高地が1日遅れるというところでね、まあ、長い人生こんなことがあるわいうことでね、まあまあその分たくさん編集できるよとね、いっぱい動画今週出せるやんけとかね、プラスなことを考えて生きていきたいと思います。まあそんな感じで、ごめんなさいなら。